知ってましたよね、知ってましたよね、はい、ということで今日は2時間にわたるスペシャルとなるんですけれども、うん、まあスタジオの人口密度が高い高いちょっと空気薄くなってます。そうなんですよ、はい、番組史上最多となる20名のゲストの方に、まあ1日紹介するとめんどくさいんでやめます。それぞれね、我々にすごい怒りがあってやっぱ大好きなゲストと、まあ、そうでもないゲストと、そうでもないけど手がこっちに来てそしてね、スタジオの周りもたくさんの最終回ということでファンの皆さんもお越しいただきました。今日私たち囲まれてる感満載なんですよ ね、 すね、はい、それでは番組進めてまいりましょう、はい、週末の芸能情報をまとめてどうぞ、はい、ファンの方からして裏切った行為だと思うんですけど、俺のことはするのに、ね、バレなきゃいいっていうのが増えてきたら嫌ですよね。須藤リリカさんの結婚宣言から1週間、21日に NMB48 から年内いっぱいで卒業する旨を表明しました。そして昨日千葉県幕張メッセで行われた AKB48 の握手会で発表後初めてファンの前に姿を見せました。厳戒態勢の中握手会は行われたそうですが、その様子についてファンは、それなりに人多かったです。年前が情報があるとかは、まあ、それはないですね。全然みんなやっぱりそこは警備とかもしっかりしてるんで、いろいろ批判もされてたんで、まあ、いろいろ言われる可能性もあるじゃないですか。それなのに礼儀を立つっていうのはすごい勇気がいることだなと思います。今回の握手会でトラブルが起こることも心配されていましたが、ファンの前に出てきた須藤さん、避難されるのを覚悟しながら、そこは偉いなと思いますね。 AKB 辞めるってなって決まった時に、その後の握手会でやっぱファンがなんか握手しなかったりとかって、そういう例が前あったんで、やはり現役アイドルの結婚について複雑な気持ちもあるようで、沖縄で予定されていた会場を訪れたというファンは、僕沖縄行ってたんですよ。やっぱ辞退すべきだったんじゃないかと、総選挙自体はですね、それはやっぱり思いますね。金融線をつぎ込むというよりはこう魂をつぎ込む感じじゃないですか、あのそうファンにとってみれば。一方昨日の夜 AKB48 の握手会と同じ会場の千葉市の幕張メッセで行われていた人気グループ欅坂46の握手会で、男が発煙筒を点火する騒ぎがありました。発煙筒がなんかファンによってなんか投げられたらしくて、煙がすごかった。ファンチバリッシュによると、男は自称札幌市の無職阿部良平容疑者24歳。昨日午後7時40分ごろ、美浜区の幕張メッセで行われていた欅坂46の握手会で発煙筒のようなものに点火したところを警備員に取り押さえられました。その後警察が駆けつけると、阿部容疑者が果物ナイフを持っていたため銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕されました。離れてください。その後破裂音がして、なんか犯人が取り押さえられてるのかかりません。周りの姿パンチになりました。怪我人はいませんでしたが、会場は一時騒然となり、取り調べに対し阿部容疑者がナイフを持っていたことは間違いないと容疑を認めた上、アイドルグループの特定のメンバーの名前を挙げて刺し殺そうとしたなどと話しています。結婚宣言した須藤さんの握手会でちょっとね、話題かと思いきや、別のところで発煙筒騒ぎ。そうなんですね。これはあの欅坂46のイベントなんですけれども、昨日 の、 あの9時から始まった握手会の中で午後8時前に起こったことなんですね。で、まあ、容疑者は現行犯逮捕されたんですけれども、まあ、刃物を持っていました。でじゃあ検査どうなっていたかということなんですけれども、金属探知機で検査はしたそうなんですが、もちろん物の検査、中を開けてまでの検査はしていなかったということではあるんですが、ただ会いに行けるアイドルなのにこういうことがあると今後どうしていいかって思ってしまいますよね。純粋に好きで会いに行きたい人は今度会えなくなる可能性もあるんですが、ただ刃物を持っていたっていうので誰かを刺そうとしていたっていうのは、本当に怪我がなくてとりあえず未然にそれでも、ね、防ぐかもよかった。これも結婚宣言をしたこととは全く関係ないところですね。
そうです、はい、さて本来ならこの日最も注目を集めるはずだった先日結婚宣言をしました、うん、NMB48 の須藤リリカさんが参加した握手会、はい、こちらも大変だったみたいです。そうですね、こちらはやはりファンの中には複雑な思いを抱いている方もいるということで、まあ、いつもよりは須藤さんのところの警備が厳重になっていたんじゃないかというふうにも言われています。で、握手会自体では何の問題もなく終わったんですけれども、やはりその並んでいる列というのはいつもよりは少し少なめだったということなんですね。はい、少なめとは言うね。いや僕はもうこれも分かんないですけど、僕は個人的にはまあ、あんまり好ましくないとは思ったので、発表自体はね、あそこじゃなくていいだろうみたいな、だからファンが裏切られた感というのはもうそれはもう否めなくて、それ言いたいだろそれはっていう、こっちの気持ちはどうなんだっていうところがあるから、それはどうかなと思う。まあもうみんなの意見は分かんないですけどね、まあ、ほぼ同世代でね、やっぱりアイドルという立場の三流の皆さんは、あの結婚宣言どう捉えました？でもその魂をつぎ込んでるっていうファンの人の気持ちも背負ってるっていうのは分かるし、その一人の女性としての気持ちもどっちも分かるので、すごい難しい、複雑です。そうだね、でもからして、こういう結婚制限されちゃったらどう思います？リーダーの3人のこと。いやでも結婚っていうことに対しては素直に応援はしたいなと思うんですけど、応援してた側になるとちょっとまあ裏切られたというか、そうタイミングじゃないですか、発表のやっぱ、まして恋愛禁止のグループなのにさ、そうするとシステムもあるので余計に批判くらいますよね。そうそうそう、だからなんか話どういう話になると、まだそのままで移籍して仕事するとはなんかって話出てるでしょ。それに関してはご本人が断ったということなんですが、急にケイタとかが結婚しますとか言ったらどうする？もうみんな死ぬよね。みんなまさどうなんだよ、死にはしないでしょ。それでも海のはどうですか？そうだ、でも何が正しいか分かんないですけど、まあ、一つ言えるのはやっぱ結構羨ましいですよね。取材してきたんですよね、はい、そうですね、やっぱりファンの方の気持ちっていうのは複雑で、速攻やっぱりその自分の推しメンが結婚したら速攻推しをやめますという意見だったりとか、それから立ち直れないという声もあって、その場ではやはりその祝福という声は聞かれなかったということなんですね。あとは今ネットのフリーマーケットなどに須藤さんの応援グッズはもうすごく出品、はい、されているということではありますね。でも、はい、まあでもそういうもんでしょうね。アイドルの結婚といえば庄司さん、そうですよ、どう黙ってると思ったら携帯売られると思って黙ってました。全盛期の、なんで庄司なんだっていうのは、どう今でもそう思ってるんです。で、5年ぐらい前ですかね、彼女が10周年記念ライブをやった時に僕見に行かせてもらったんですね、はい、そしたらもうミキティのファンだらけですよ。で見に来てるところをこうバレちゃって、でなんかもう庄司コールが起きちゃって、そこでもうミキティって叫ばなきゃいけない空気にさせる。ミキティさんのファンでミキティって叫んだらもう拍手で受け入れられてくれて、でその日の夜ネット見たら、もう許してやろうぜ、同じ女を愛した男だ。魂を吸い込んでる男たちって
さんからコメントいただきたいと思います。コメントテーマはこちら、これだけはやっておきたい心残り。番組としてはね、もう1年2年やっておきたいって心残りいっぱいあるんですけれども、父さんなんかあります、心残りって。俺、うん、俺やっぱこういう番組やりだしてから、こう目の前でさ、こうライブやってもらって踊ったり歌ったりするじゃない、うん、あれ一度ちょっとやってみなかったね。バイクに続けば、例えばリードにさ、こんな踊りを習いながらっていう、そういうのを VTR 撮ってって、はい、1年後にはちょっと歌って踊るようになったみたいな。今日でもチャンスありますよ。なんで？今日チャンスありますよ。今日でも膝で踊ってどうすんの？練習してるの？絶対も膝だけも弱いんだから。弱いんだから。じゃあもしかしたら1年後、YouTube かなんかに上げてるのか。あの時あの人に気持ちを伝えればとか、この夏後悔する前にあれをやりたいなど、皆さんの心残りをメッセージを送ってください。ぜひスタジオ観覧にいらしている皆さんもメッセージを送ってください。番組内で随時ご紹介してまいります。さて今日はお迎えしたゲストの皆さんのライブをお届けするんです。いつもね、アーティストの方に来ていただいても一組一組、そうなかなか全員の方を聞くことができなかったんですけれども、まずはです、ふみかさん、はい、前回ね、はい、1月に出演していただきましたけれども、ふみかさん、なんか心残りだったことがあるんですかね。そうですね、心残りといえば、私福岡県出身なので、ソフトバンクホークスで、前回オールスター戦で国歌独唱したよっていうことも、ここでお話をバッチリさせてもらったと思うんです。まだ伝えてなかったことがあってですね、実は私バイトを大学生の時にしていて、ヤフオクドームでビールの売り子やってたんですよ。そしたらこの間ちょうど侍ジャパンの時に、私ビールの売り子を再挑戦させていただきました。はい、やっちゃう。そうなんです。本当だ、3月だと、今年の3月ってことで、はい、やってました。売り上げは金欲しくてやってました。一応オフィシャルサポーターっていうのを手で今回呼んでいただいてやったんですけど、実は私大学生の時缶ビールしか売ったことがなくて、タルビール今あるじゃないですか、そうですね、これね、そうなんです。あれはその当時は缶ビールをたくさん売った子がタルに行けるっていうシステムだったんです。そうなんです、売れなかったんだ。はい、可愛い子がもう本当に売れて樽に行けるみたいな。樽、まあの方が可愛いんだ。そうなんです。樽を持ってる子は売ってる子だってことなんだね。そうなんです。今はその制度配布されてるみたいな。で、女性だから重たかったでしょう。めっちゃ重たいですね。小5の男の子背負ってこうやって歩いてるんですよ。はい、ぐらい。キログラムで言ってくれる。そろそろライブを披露していただきたいんですけど、新曲を披露してくださるんですよ。はい、そうなんです、はい、実は7月12日に、ニューシングル「あなたのいないこの世界」で「デンジャラス」をリリースします。はい、今回はその中から「デンジャラス」を歌いたいと思うんですけど、よろしくお願いします。はい、ではスタンバイの方よろしくお願いいたします。はい、ここで歌うんですね。歌っていうとみんながバーッと反響じゃないですか。ステージ今日はもうみんなに囲まれる。すごい、ずっと見てるよ。それでは7月12日発売「デンジャラス」より一曲お願いいたします。お疲れ様の終電で化粧崩れなヘイトフェイス、仕事の2回気遣いせろ、そうエアビデオライン開けば聴取とスタンプ一つ返答、恋のチャンスも結局間際になっちゃう。ちゃんとボタン押してもクラッ、私の膝のリアル壊れそうになるリズム、かぶった猫はタイムにデンジャラス、鏡に映るのバックアップ、そんな毎日デジャブ、ミスタブーロンリーガーデンジャラス。
し戦う。私の刻みある壊れそうになるのリズム歌うための技に Dangerous 鏡に映るバカブそんな毎日デジャブ椅子を食べ